はい。皆さん、こんにちは。バンダルグルビッシュです。では、今回は、銀河 F 伝説じゃないですね。ハーツ・オブ・アイアン4、現代モッド、イランプレイの続きをやっていきたいと思います。で、時間は進めていないんですが、陸軍の師団の、構成って言ったらいいんですかね。軍団をまず作りました。まず、画面向かって左側、革命防衛隊、今までもね、ご覧の第一革命防衛隊、第二革命防衛隊、そして第三革命防衛隊と3つの師団を用意していたんですけども、これからはですね、1つの大きな革命防衛隊という軍団、この中に、3つの、ね、軍を作ったという形になります。で、その革命防衛隊の司令官にはこのね、名前がちょっと難しいんですが、アタロッシュ・サレシー、合ってますかね、彼をね、ちょっと招聘しておきたいと思います。で、あとはですね、国防軍という形で、今まで国境防衛隊という名前で、組織されていたこの国境防衛1軍、国境防衛2軍、3軍、4軍、5軍といった5つの軍を1つの軍団という形で国防軍というものを組織しています。組織としてはこんな感じですね。で、もちろん革命防衛隊はね、どちらかというと好戦的なイメージを、勝手に持っているというのもあってですね、ここは今戦争を仕掛ける準備をしているイラク、ここに向けて作戦準備に入ってもらいましょう。ここには革命防衛軍、革命防衛隊の1軍、2軍を投入していきます。で、3軍に関しては予備としてね、後方に待機。もし1軍、2軍がすり減った場合には、この革命防衛軍3軍を投入します。で、ちなみにですね、今、イラクに対しての戦争正当化が完了するのが、24年の7月6日、つまり約3ヶ月後ですね。今画面は2月24日、画面の右上見ていただくと、24年2月24日になっている、約3ヶ月後に完了。で、続いての攻略目標に当たっているのは、このトルクメニスタンなんですけども、ここが25年の10月になっているので、次の、ね、目的にまで少し時間があるので、一旦革命防衛隊1、2、3軍すべてイラク戦に投入するというのを前提に準備をしていきます。で、あとはですね、やっぱりアメリカ寄りの軍になっているトルコ、ここをね、うまく防衛していく、前線にしていく必要があるというのもあるので、まずはトルコに対しては一番規模の大きいこの国境防衛5軍、22師団を要する国境防衛5軍を投入します。これでね、なんとか守り切ろうという内容ですね。トルコの国境がある州にこの国境防衛5軍を投入します。あとは海岸沿いも結構危ないので、海岸沿いにはね、国境防衛軍の中で2番目の大きさを誇るの第1軍を投入しましょう。ここはしっかり守り、海上からのね、攻撃を防ぐという意味でこの国境防衛1軍を投入。で、アフガンとトルメクニスティアンいつも言えないですね、ここには他の軍を投入しておきます。で、泳いでいるのがこの第3軍と、第4軍、国境防衛の第3軍と第4軍が遊んでいるという状態ですが、今戦争中なので、ちょっとね、ここで演習とかを行って装備をすり減らしたくないというのがあるので、一旦このまま行きましょう。で、もう一つ、懸念事項としては、人的資源がね、少しずつ不足をしてきているというのもあって、今限定的徴兵なんですけども、これをね、大規模徴兵へと変えていきたいというのがあるんですが、この条件のうちの一つ、
まず国債緊張が 30% 以上であるというこの条件を満たすことがどうしてもできないので、今だとねイランがガリガリ戦争を仕掛けてるんですけども、それでもやっぱりね 12% 止まりというのがあるので、これがね少しネックになってくる懸念事項になっているかなと思います。では時間を進めていきましょう。このあと、まあ、空軍海軍も徐々に強化されていっているという中なので、そういう状況を考えた場合に、人的資源が不足しつつあるというこの状況、なんとかね打開をしていきたいなというところにはなります。優先的にやっぱり手段を配備していくのは革命防衛隊ですね。でイラクの制海権をやっぱり取っていく必要があるので、イラク上空へと、空軍の派遣先を変えていきましょう。イラクをサクッとね取る必要があるので、幸いイランは石油の心配が全くないのでね、それは大きいですよね。おお、国家方針何もしないままずるずると進んじゃってたんだね。ここは建設工学を入れましょう。なぜなら原子炉とあとは民事工場が欲しいので、これの建設速度を高める建設工学を国家方針に定めていきます。ディシジョンのところも特にこれといったものはないので、さらに言うと、この体制っていう意味で例えば参謀だったり政治顧問だったりっていうのももう入れるところがあまりないので、ここは政治力は垂れ流しで貯めていきましょう。で研究高度改良型 3D 建設機が終わりましたね。ちょっと内容を見ておきましょう。ちなみにこのアゾバヤン砲は約1週間10日ぶりぐらいになるので、少し研究どこまで何をやったかなっていうのが危ない感じにはなっているので、せっかくなんでねここはしっかり見ていきましょうか。今この高度改良型 3D 製造機が終わったので、続いてこれに進みますか。ナノスケール製造機、これで生産効率の上限がプラス 5%、 さらに工場生産量プラス 25% のボーナスが得られますと。で研究に要する日数が185日と出ていますので、これを採用していきましょう。他の研究でいうとどうだろう、ドクトリンがもうすぐ終わりますね。あと父さんがもうあと6日で終わりますというところですね。では時間を進めていきましょう。すぐにこれらのところに着手することになると思うので、このままこの画面を開いておきます。そうか、陸軍の支援に航空機を割り当ててないですね。それもちょっとやっておいた方がいいかもしれないな。では機動防御を入れていきます。さらに父さんの次は軽戦車アガレブを入れましょう。でまず機動防御なんですけども、今師団の編成に、砲撃兵、まあ、対空あとは野戦それぞれの砲撃兵を入れているので、まあ、それが生きるようなドクトリンというのでこれを選んでいます。この、優先火力ドクトリン、まあ、実際にはね優先火力が得られるほど火力に優れた者たちではないというのはあるんですけども、まあ、ここはね、ちょっとでもプラスの効果が得られる内容を研究していきましょう。でそうなるとちょっとどうなんでしょうね。
陸軍の師団の編成をちょっと見直しましょうか。ポンポンと落として、これを一個やめて、新しく編成改正で現代戦車、軽戦車、軽戦車、軽戦車、これ悪くないよね。ここ自動車化歩兵で補給通信整備、ここに足の速い人たちだけでやっぱり良いよね、しておいてあげたいので、偵察野戦と入れて、これで正面戦闘幅が19か、19はちょっと微妙だな。そしたら支援の対空砲兵、これを入れても変わらないとなると、自動車化砲兵で22、ちょっとこの辺りはこれで編成していきましょうか。で、この戦車部隊を新しく入れていきましょう。これはやっぱトルコとの国境付近に投入したい。なんといってもトルコはね、近くにいる国の中では強国ですからね。では時間を進めていきましょう。これでね、だいぶ生きてくるんじゃないかなと思います。作っている戦車が、今作っている戦車でいうと、東山、これ第3型、第3世代型の軽戦車、さらに第3世代の主力戦車、この2つ作ってるので、備蓄はほとんどないんですけども、これをね、生かすということをやっていきましょう。であとは空軍だね。どこに誰をどうつけるかという話なんですが、それぞれ革命第1、第2に戦闘機を配備していきましょう。支援する空軍という位置づけですね。数がちょっと少ないんですが、まあ一旦これはいいでしょう。で、アラビア海まで一応取ってはいるね、制空、制海権は。まあ、ここはただ、アメリカ軍が出張ってきたら、粉砕されるのは、まあ確実かなというのはあるので、海軍の方もね、じりじりと増強はしているものの、やっぱり数はね、なしにならないかなというふうには思います。で、海軍の方で今作っている一番大きいものでフリゲート艦です。それ以外だと潜水艦と、あとはこのコルベットしかないので、この一つ上になってくるミサイル巡洋艦、これがちょっとね、まだまだ作れる余力がない、特に鉄ですね。で、民需工場がどうしても欲しいんですけど、民需工場がね、もう得られる術がないので、ちょっとここだけ苦しいですね。民需工場を核としくして、その中で、しっかりと貿易するためのリソースを確保しておきたいなっていうところなんですけど、民需工場不足で貿易がね、これ以上できないというのが本当に頭が痛いところになってます。アメリカとの、そうだな、これ貿易やめちゃおう。カナダもやめちゃおう。オーストラリアもやめる。結局このね、敵国になるようなところとはもう貿易はやめる。で、中国に頭を下げて回りましょう。中国、これで鉄は、アルミは一応手に入りますかね。で、ゴムに関してはもう輸入する必要はないので、まあ輸入量16になってますけど、これをねゼロにしちゃいましょう。もう一切輸入の必要がないところまで来ましたからね。
8は必要なんだね。その分を鉄に変えましょう。鉄、ちょっと待ってね。鉄もアメリカからは0にして、日本からは欲しいけど、結局日本から輸入する場合はと海上輸送路が必要になるんだろうな。それを考えるとちょっと微妙かなっていう感じはしますね。なので、まあ、ここはやっぱり中国に寄った内容にしていきましょう。うん、そもそも日本から輸入してないで OK です。じゃあこれでいきます。で、研究完了2つ。まずはアガレブが終わってるので、アガレブの次、アガレブ早かったね、ゾルファーガル、これに進みます。で、偵察兵の4まで進んだので、ここはどうしようかな、まあ、一応偵察通信兵、これを入れておきましょう。で、第3世代の改良型軽戦車トーさんがもうすぐにアガレブに変わったね。早かったな。最も生産量が少なかったかもしれない。で、もう一度、念のため貿易に戻りましょう。で、足りていないのが、タングステンが足りないんですね。タングステン、中国からタングステン輸入すると建設ができなくなるよってなっちゃうので、タングステンがやっぱ取れないんですよね。で、タングステンを必要としている生産でいうと何がある？飛行機系ですね。まずはこの戦略爆撃機が作れない、まあ、作れないというか作るのが遅くなるというのが一つ、マルチロールも同じですね。野戦砲関連はいけるけれども、どうしても航空機作るのに必要となるタングステンが慢性的に不足しているよっていう状態になってます。ではちょっとね、時間の進みを早くして一気にイラクとの海戦を迎えましょう。続いて海軍のドクトリンですが、ここは今戦略的破壊、一番左側ですね、ここを今入れていっているので、ここの次選べるのが格闘戦の経験、もしくはファイタースウェーブ。それぞれ内容を見ると、迎撃作戦効率がプラス 20% と制空権作戦効率がプラス 20%、まあ、ここは制空権を取りに行きましょうか。そうこうしているうちにイラクとの海戦が迫ってますね。イラン・イラク、もう因縁の戦い再びと。これ見るとどうだい？イラク軍が30師団で、イラクの方の外交を確認しておきましょう。特にどことも何もしていないという状況があるので、30師団を飲み込まなきゃいけないという状況ですね。これは第3軍も投入しなきゃいけないかもしれないね。第3軍ももう投入する準備をしておきましょう。師団数で圧倒的に有利に立っているという状態ではないので、ではイラクに対して戦線を布告していきます。これでイラン・イラク戦争が勃発です。タングステンが取れるような場所をちょっと見極めていきたいな。でタングステンが取れるところへ進行していくっていうね。タングステンが取れるところ、なんか他にないかな、近くに。まとまった量のタングステン、特にこれといったものはないんだな。あとは民事工場、軍事工場に
うん、軍需工場を民需工場に変えちゃうかというところぐらいですかね。アングステンが取れそうなところ、近くにはちょっと見当たらないね。やっぱ民需工場を確保して、その民需工場で貿易を行わせるっていうのが、まあ、最も近い解決策なのかな。では第1軍をさらに、イラク軍の駆逐へ回していきましょう。イラク軍もね、しっかりここで防衛網を張ってるので、囲い込んで撃破していかないといけないかな。あんまり時間かけたくないですしね、師団を消耗したくないよっていうのもあるし。民需工場だな。民需工場の余りが言うほどないので。獲得した軍需工場は民需工場への転換をやっぱりしていかないといけないかな。軍需工場ばっかり増えてもねっていうのもありますからね。さあではとどめを刺しに行きましょう。イラク軍を駆逐していきます。では続いてどうだろう、2025年のファラクまで進めちゃう。ファラクまで進めて、あと現代型戦車もね、ちょっと研究を進めていきましょうか。この先ね、アガレブの次は次へ次へと進めていきます。で、よし、これでイラクの防衛制圧が完了しましたね。全ての州を割譲させましょう。これでイラクが地上から消え去ったということになります。じゃあ続いてトルクメニスタンの方で軍を移動させておきましょう。この後ね、戦闘が起きるのがここになります。ここも一気に併合しましょう。どうだい、だいぶだいぶだいぶイランがでっかくなりましたね。サウジとかも飲み込みたいぐらいですが、じゃあサウジとの国境には国境防衛軍の3軍を入れましょう。で、この後はですね、軍需工場あぶれちゃってるんで、これ民需工場へとね転換をしていきましょうか。でさらに、まあ、師団の強化、軍の強化ということもやっていきたいなというふうに思います。ではですね、一旦軍需工場から民需工場への転換をいくつか入れました。
で、まあ、これがすぐに転換できるわけではないので転換にもねまた時間を要するという事情はあるものの、まあ、徐々にね改善がされていけばいいのかなというふうに思っています。であと続きなんですけども、トルクメニスタンへの宣戦布告、戦争要件を満たすのがいつかというのをおさらいしておくとですね、今のところ2025年の10月ということで、まあ、1年以上先になります。であとアフガンに対しては2026年の10月ということで、まあ、さらにね先になります。アフガンに対してはさらに先で、続いてレバノン、ヨルダン、このあたりもねまだまだ時間がかかるかなというところになってますね。でイスラエルに関して言うと、これがいつになるのかというのをねちょっと見ておきましょう。パレスチナではなくイスラエル、ここですね。これ見ると戦争要件満たすのが2028年なので、まあ、4年ぐらい先になっちゃうっていう状態ですね。まあ、なので、まあ、ここは少しずつ早めていける、まあ、あの状況にはなると思うんですけども、だいぶ時間が空いてしまうかなと思います。なのでその間にねしっかり研究を進めていきたい。でまず続いて優先的に研究していきたいのがですね、戦車、この現代型戦車で、このね系統で言うとカラル、ここまで進めていければいいかなというふうに思ってます。でさらに海軍もねしっかりこの先のことを見据えてミサイル巡洋艦とかね、この辺り、まあ、ちょっと母艦空母はないかなと思うんですけど、ミサイル巡洋艦に関してはね、この先作っていく必要があるかなと思いますので、ミサイル巡洋艦の着手もね始めていければいいかなと思っています。では今回はここまでにさせていただいてですね、次回またこの続きをしっかりプレイしていきたいなというふうに思います。